You're listening to Shibuya Cross FM. みなさんこんばんは。私たちラビットビットです。ということで始まりましたラビットビットのビビッせーの、ビビットラジオ。大丈夫？大丈夫ですか？緊張してるの。はい、なんだね。本日の MC は私、白色担当れなちこと白つゆれなが務めます。頑張れ。今日も一日一時間楽しい時間にしていきます。50分な時間。もうええって、なもうええって進めて。はい。今日から7月になりましたけど、アリミンどうですか？はい、いや7月といえば夏が始まりますね、これから。そうですね。そうね、まあ、まあ、最近梅雨入りしたばっかりだけどね。まあそうなんですけど ね今日も雨だしね、今日も暑いんですけどね、もう暑い中のライブって楽しいですよね。しかも夏フェスも出れるということでね、いっぱい楽しいこと盛りだくさんの7月になってます。楽しみね、楽しみだね。私の夏もアリリンじゃなくて、れなちゃんの MC 力も楽しみだけど ね楽しみだ ねちょっと MC 初挑戦、メイン MC 初挑戦なので、うん、たくさん頑張っておしゃべりするんですけど緊張してるので、うん、ちょっとのんちゃんの方を見ながら頑張っていこうと思います。絶対あっち見てあげない。はい、本日のビビッとラジオではお祭りの思い出について語るここはねぴょんぴょんのコーナー、妄想デート対決、七夕のお願い事などをビビッとトークしていきます。はい、はいはい、そして皆さんから募集したお便りを読み上げるコーナーなど今月も盛りだくさんでお送りしますので、7月ならではのトーク皆さんを楽しんでてください。それではここで1曲聴いていただきましょう。ラビットビットね、スパークルステージ。はいはい、飛び出そう、向こうまでじゃんじゃん、ひとっ飛び、今日も明日も僕は歌うから、君のハートゲチュゲチュゲチュ、わあああ、してしまうのは今日もニコニコ笑顔に、僕だけ見ててよね、約束君だけにラブラブ送るよ、あげてゲイよイエイイエイイエイ、おしめ僕と君が目指すステージはきっときっとめちゃ綺麗で、ハイハイほら行くぞ、楽勝さぴょんぴょん、ひと飛び今日も明日も続けるよ、いつもの場所で
時ももっとキラキラ、今よりももっと輝く、僕ら進むこの道の先にきっときっと大きな幸せ。声上げろ、手を上げろ、さっさそのまま駆け上がれ、チャンスチャンス掴むぞ、僕と君が目指すステージはきっときっとまだ遠くて、ハイハイ飛び出そう、向こうまでジャンジャン、ひと飛び、今日も明日も僕は歌うから、いつもの場所でどうか待っててね。ただいまお送りした曲はラビットビットのスパークルステージでした。はい、まず最初のコーナーです。ここ掘れぴょんぴょん、イエーイ。はい、7月といえば夏祭りということで、今回はメンバーの子供の頃の夏祭りの思い出について深掘りしていこうと思います。おー、なるほど、なるほどね。まず聞きたいんだけど、夏祭りって最後に行ったのいつ？これはね、結構真面目にね、4、5年ぐらい前。でもコロナがあったからさ、お祭り自体なかったよね。確かに、それぐらい。そう、うん、コロナ前だね。だから楓も高校生の頃とかな気がする、最後行ったの。そうだよね、そんなもんですね。そんなもんぐらいかもですね。私も最後に行ったの高校生なんだけど、そう、あのね、今日はですね、はいはい、子供の頃の思い出ということで、思い出をみんなに聞いていこうと思うんだけど、じゃあまずれなちゃんから話します。どうぞ。はい、れなの子供の頃って言っても中学校1年生の時の思い出なんだけど、まだその当時でな、携帯を持ってなくて、なるほど。なんか、はいはい、みんな周りの子たちが携帯を持ち始めた時期だったから、その待ち合わせを学校で決めて、この日に行こう、この時間集合ねっていうのを決めたんだけど、変更があったみたいで、それをメールの中でされちゃって、なるほどね。私はそう、時間を守って行ったら、なんとなんと2時間待ちました。かわいい。マジかな。伝える術もなかったんじゃない、なかったけど、家電とか。確かに家電とかね、せめてなんかどうにか教えて、学校ででもいいから教えてみたいな。学校で教えてくれなかったの。そうだよね、あったんだ。ひどいね。それは聞きたかったね。ね、あれだよねと思ってちょっと諦めましたっていう。かわいい。その後でも祭り行ったの、ちゃんとお祭り行った。おー、楽しかった。よかった。え、楽しくなかった。まあ、2時間待ったからね。まあね、謝ってくれなかったの。それな、謝ってくれない。だからもう諦めて、私はあの大きい音も苦手だから、花火も楽しくないし、どうしようと思って結局歩いて帰りました。帰った。無理、帰ったんだ。2時間待って2時間歩いて帰った。じゃあ、れなちゃんは私とね、私たちと一緒に楽しい夏祭りの思い出作ろうか。じゃあ作るー。みんなと作りたい。みんなのさ、じゃあね、さえきゃんも教えて。さえきゃんも中学生の頃の話なんだけど、あの地元に花火大会があってさ、それに中学の友達と一緒に行ってたのね。で、花火が上がるたびに、なんか地元の花火めっちゃ近いのよ、本当に。なんか真上ぐらいに見えるぐらい近くて、だからその結構楽しいんだけど、その花火が上がるたびに、なんかいろんな色の花火が上がるじゃん。で、そのいろんな色が上がるたびに、そのメンバーカラーの好きなアイドルの名前を叫ぶっていう遊びをしてました。何それ、楽しそう。そう、なんか例えばラビットビットで言ったら、白い花火が上がったら、レナーみたいな。楽しい。レナーいっぱいいるねみたいな。やりたい。なっちゃうみたいな。みんな散ってるみたいな。そういう遊びをしてました。楽しそう。中学生。それは楽しかったよ。面白そう。できそうだね。やりな、今度。おすすめ。みんなも叫びな。ね、みんな叫びな。マサイすんの。そう、マサイ。一緒とかね。ぜひぜひ。アリリンは
アリリンはね、うん、高校生の時にお祭りに行ったんですけど、うん、お友達と3人で、うん、なんか花火が上がってたのね、はいはい、だからそっちの方が花火会場だと思って祭りの、うん、歩いて行ってたの、うんうん、そしたらさ、でもさ普通会場で花火って上がんないじゃん、うん、上がんないねだからあの花火に向かって歩いてたのにちょっと想像できちゃったんだけどめっちゃおもろいなんか全然会場に着かなくて、うん、1時間ぐらい歩いてたのに、うん、そしたら逆に離れてってって会場から、うん、結局ね着いた頃にはお祭り終わっててね、うん、なんか見れなかったの、お花、なんていうの、花火は見れたけど屋台とかがね行けなかったんですよ、はいはいはい、かわいい、かわいそう、かわいそうだけど自業自得すぎて調べていったらねかわいそうだけど超面白かったしさ、なんか想像ついたよ ね、うん、なんか想像できちゃう、想像できちゃう、なんかめっちゃアリリンだよね、面白かった、めっちゃ来なかったんですよ、ね、悲しかった、じゃあ今年は間違えないように、うん、間違えないかえちゃんは？かえでは高校生の時なんだけど、うん、なんか部活帰りにお祭りを巡る旅をしててよく、はい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 、夏ってさお祭りがいろんなところでめっちゃあるじゃん、うんうんうん、なんかもうそれに全部行きたくて、うん、全部は行けなかったんだけど、うん、部活帰りにもう可愛くもない部活着のまま汗だくでみんなでバトンを片手に持ってお祭りのところに出向いて、うんうん、あの食べたいものをいっぱい食べに行ってたんだけど、はいはいはい、なんかバトン持ってるからうまく食べれなくて、うん、焼きそばを買ったのね、はいはいはい、なんかその焼きそばをバトン持ったまま食べようとしたら、うん、全部ひっくり返してこぼしちゃった思い出があって、うん、でもなんか青春だね、部活帰りに夏楽しかった、確かにもうさ部活頑張ってさお腹ペコペコなんだよ、うん、だから余計に屋台が美味しくってさ、めっちゃ青春でした、ね、青春な夏しかできないしね、確かにそれもね、そうそうそう、なんちゃんはね、うん、なんか小学生の時に小学校が、うん、あの大学付属の小学校だったの、うん、だからなんかその大学のお祭りのダンスサークルみたいなのがあって、夏祭りってさなんか踊ったりするじゃん道路で、うん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 、それを小学校の1年生の頃から毎年ずっと出てたから、うん、夏祭りに行くっていうよりは踊りに行ってたイメージ、でもその夏祭りで踊り終わった後に、うん、お父さんが買ってくれるバター飴とか食べるのがめちゃめちゃ楽しかった、わかるわかる、そうおみこし担いだ後とかさ、そうそう、うん、踊り踊った後とかのね、バター飴大好きだった、美味しい、バター飴キャラクターもいっぱいあって楽しいよね、わかる、なんか今年みんなでお祭りとか行きたいよね、行きたい、お祭り行こう、行く、ということでまたね、うん、新たな思い出ができるようにね、はい、できるようにね、できるようにね、はい、みんなの思い出を今聞けたから今年は新たな思い出を作っていこうと思います、うん、今年の夏はねファンのみんなとも一緒に思い出を作りたい、うん、です、そうだよ、です、で、なんとなんと私たち初めての夏フェスの出演が決まりました、やったー、素敵、7月13日土曜日スパーク2024 in 川崎に初出演します、やったー、初出演ね、嬉しい、甘神だったね、初出演します、はい、はい、ラビットビット、あ、違う違う、待って、用意したのに、用意したのに、みんなと掴んだ初めての夏フェス、うん、ラビットビットのと最高の夏を過ごしましょう、やったー、やったー、以上、ココハレぴょんぴょんのコーナーでした、イエイ、それではここでもう一曲聴いていただきましょう、ラビットビットでストレート、笑い声してやればいい、それ
遅咲きの花でも懸命につぼみを開いている。このまま終わらせられないと、もう一度立ち上がって、君だけの人生を華やかに彩れ。だけど忘れないでいて、見守る人を感謝の気持ち、それが送りした曲はラビットビットのストレートでした。続いてのコーナーは私と大元に…ちょっと噛んだ頑張って、もう一回ね仕切り直し、はい、続いてのコーナーは私とお祭りデートしよう、妄想デート対決。イエーイ、イエーイ、どういうことどういうこと。はい、ラジオでは毎回季節のテーマに沿った企画をしてるんですけど、はい、今回はお祭りデートということで、それぞれのメンバーが考えたデートシチュエーションで誰が一番キュンキュンするのか、メンバーと現地に立ちつってたデッキで。なんですか、なんて言いました今なんか立ちつってとって言った今なんですか。現地に駆けつけてくれたファンの皆さんの挙手制で投票で決めたいと思います。参加型ですね。参加型です。初めてかな、ね、参加型は。そうだね。最下位のメンバーには番組の最後に罰ゲームがあるので、投票数を集められるようにそれぞれ頑張ってください。頑張ります。まずはのんちゃん。はい。やばい。そうだな、シチュエーションでしょ、うん、まずのんちゃんは夏祭りは絶対に浴衣が着たい。そうね、浴衣を着て、うん、まず集合するでしょ、現地集合が良くて、現地に集合します、で、お祭りね、食べたいものが3つあって、はい、まず、りんご飴と、焼きそばと、あ、5つだ、焼きそばとビールと、あれ冷やしパインと、あと綿あめ、はい、綿あめねが食べたいから、全部おごってもらって、おごってもらってもらって、おごってもらって、おごってもらってね、全部おごってね、で全部おごって半分こする。で、レジャーシート持ち歩くから、ちょっと木の下あたりにレジャーシート引いて、一緒に食べる。ピクニックじゃん、かわいい。夏祭りだけどピクニックし始めたよで、その後に花火は座って見るんじゃなくて、歩きながら見る。あ、なるほどね。帰りながら。せっかく持ってきたのにレジャーシート、ね、食べる専用もそこで見ないんだねで歩きながら花火見て、はいはい、バーイ、たまやーって言うちゃんとたまや言うんだ。それこそ
止まってやりな、ね、歩きながらたまやめっちゃ変な人だよ、ね、ここが醍醐味なんだけど、うん、帰りはおんぶしてほしい。え、わかる。足疲れちゃったってね、疲れちゃうから、うん、帰りはおんぶして、うん、帰ろう。いいね、圧強いな。だそうです。のちゃんのデートプランはこんな感じ。なんかもうキュンゼリフとか言わなくて平気。え、だから、うん、全部おごってと、うん、おんぶして。あ、そうなの。っていうセリフ。大丈夫ですか、楓。楓、あの台本と串を落としました。串は後で拾います。楓次喋るからね。そうだよ。こんな感じなの、のんちゃんは。いいね、のんちゃん。いいね。どや、ただ優勝候補ですね。どや、圧が主にね。うん、うん、そうだね。じゃあ次、かえちゃん。はい、かえでは、はい、浴衣を着ます。はい、はい、で、お祭りは、うん、なんか近いところじゃなくて遠くのお祭りに行きたい。なるほど。どういうこと？違う県ってこと？そう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 。例えばなんかわかんないけど横浜とかあるのかな、お祭り。ある？あるよ、ある。どこでもあるんじゃん。この間終わった。終わったんだ。早っ。なんかそういうちょっと遠出でができるところのお祭りに行って、はいはいはい、うん、諦めて。喋りな。あの行きもね、一緒に集合してから電車でゆっくり行ってお話をしながら、まずそこを楽しみます。はい、楽しんで、はい、着いたらあの一緒に歩くんだけど、うん、絶対手はつなぎたい。おー、いいねー。で、そう、浴衣替えでも着るんだけど、うん、相手の人にも着てほしい。え、わかる。あ、なるほど。そう、浴衣を着てきて、うん、つなぎデートするじゃん、うん、で、食べ物はなんか見ながら、あ、これって思ったものを食べたいですね、うんうん、あ、そこで決めるのね。そう、なるほど。食べたいですね。でも、いつも食べるのがなんだろう、替えで。チョコバナナと、あ、チョコバナナ食べてたよね。そう、チョコバナナとリンゴ飴はよく食べるか、いちご飴、うん、リンゴ飴じゃなくて、あ、美味しいよね。あれはよく食べるから。あと、おっきい系のじゃがバタとか、ああいうのはワキワキして、うん、ワキワキしてね、半分こしてね。そう、食べながら歩いたり、うん、まあ花火があるところなら花火はちゃんと座って床で見る、うんうん、なんか対抗された。それでは床で見たい。ちゃんと床で見る、うん、あの草があるところで。はい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 、見る。草草があるところで。草村みたいなね。で、帰りはちょっと疲れちゃったなって思ったら、うん、電車でゆっくり帰るか、うん、ちょっと休憩してから一緒に、うん、一緒にこうやってするの。一緒に腕上げんの。そう、ゆっくり帰ります。全然帰る気ないだろ、この人。もうだからなんかお祭りだけじゃなくて一日長々長々丸一日楽しみたい。なるほど、素敵です。一日楽しんでくれる。そう、楓五六みたいな。てかさ、一瞬さ、楓、うん、のさ、あの落とした台本を拾ってたんだけどさ、楓、うん、の下すごいことになってた今。え、そうなの。なんかね、いろいろ散乱してた。落としまくってて。楓頑張って。頑張ります。じゃあ次、レナちゃん。はい、レナのね、デートプランはなんですけど、はい、デートプランって言ったの。デートレナちゃん今日は甘髪、ずっと甘髪。デートプランね、はい、レナちゃんのデートプラン発表して。レナのデートプランは、レナお祭り好きじゃないんですよ。うん、さっき聞いた。お祭り好きじゃないのにこの企画持ってきたのすごい見えない。そう、お祭り好きじゃないのに私がこの企画を持ってきたんですよ。はいはい、そうです。じゃあ発表して。はい、私はお祭りが好きじゃないので、うん、でもお祭りっていうか花火はしたいのね、うん、ああ、なるほど。手持ちの、そう、そう、打ち上げ花火は音大きいじゃん、うん、だからちょっとレナ勘弁してってなっちゃうから、うん、手持ち花火で二人きりで浴衣を着て二、うん、人だけの花火大会をします。うん、え、すげー、絶対先行花火勝つんだから。楓、楓と行くの。楓とデートする。やばいやばい、やばいやばい、いいですね。いい勝負してるわ、ね、負けちゃう、ね、どうしよう、選べる。いや、負けない、負けない、負けない。ピクニックだったけど負けない、負けない。いい勝負してる、ちゃんと。以上以上以上だった。なるほど。サイキャンは、サイキャンはなんか最初の2人とちょっと似てるんだけど、うん、花火デートがよくて、うん、なんか私も、うん、自分も浴衣着て、うん、相手にも着てきてほしい、うん、場所をしてきてほしくて、うん、それで一緒に最初花火の時間まで出店のとこ歩いて、うん、いろいろなんか食べたりとか、お話ししたりとかしながら歩いて、うん、で花火の
なんか静かなところでさ二人で一緒にっていうのもいいなって思ったんだけど、うん、私はあえて人混みの中で、うん、はぐれないように手をつなぎたくて、あで、なるほど、そう、手つないで、はい、ちょっと歩いたりとかしながら花火見て、うん、ちょっと花火の音が大きくなってきた頃に、うん、ちょっと近くまでくっついて、うーんって、うーん、くっつきたくてくっつきたくて、で、なんかちょっと緊張しちゃうじゃん、手つないだりとか、うんうん、あのさ近くまで行ったら緊張しちゃうけど花火の音が大きいから、うん、多分心臓のバクバク聞こえないでしょ、うん、だから緊張しててもいっぱいくっつけるかなってなんかさ小説聞いてる気分になってきた今なんかの恋愛小説聞いてる感じの気分になってきた話し方がなんかさ恋愛映画とかのさ、ね、ナレーションで入るなんかあらすじ喋ってんのかなみたいなシチュエーションですね。そんな感じがいいなって、はい、いいですね、いいですね、でもくっつきたいキュンキュンするね、そう、ちっちゃい声で大好きっていう、ちっちゃい声絶対ちっちゃい声で言えないよ、さっきダメ、だから花火の音で聞こえないから、うん、ちっちゃい声で大好きっていうの、あー、聞こえないようにね、あー、なるほどですね、言うんですよ、なるほど、ちょっと恥ずかしくなってきちゃったじゃあ、アリリンにバトンタッチで、はい、ラストアリリン、はい、アリリンはまず、はい、浴衣を着たいんですよ絶対に、はい、なので、うん、車で迎えに来てほしい、なるほど、もう着て歩けないから、アリリン下駄履いたら歩けなくなるから、うん、まず迎えに来て、うん、まあ、会場まで行きます、はいはいはい、会場はね、うん、まあちょっといろいろ楽しむんですけど、うん、絶対行きたいのはお化け屋敷に行きたくて、やだお化け屋敷、お化け屋敷ってお化け屋敷あるわ、あるあるでしょ、わかんない、うちはいつもあったの、私どこもあったよ、あ、でしょ、うん、片言片言になっちゃいますよね、私のところもあったよ、うん、ありましたよね、はい、うん、あった、お化け屋敷で、うん、兄にお化け屋敷大丈夫な人だけど、うん、キャーかーいって言って抱きつきたい、うわー出ました、作詞だ、作詞ですね、腹黒ですね、そんなことない、えた、で、まあお祭り楽しんで、その後に大体花火が上がるじゃないですか、うんうん、で、花火上がるときは、なんか人混み避けたいので、うん、また、まあ、車でちょっと遠くのなんか人気の少ないスポットに連れてってもらって、うん、まあ理想は…肝試しでもしないですしないですけど理想はね、なんか海辺とかがいいんですけど、まあ見えればね、はいはいはい、うんうん、ていうか、気になるんですけど、うん、馬車じゃないんですか、あ、馬車ですよ、あ、車なんて乗らないですね、妖精なのに桃の妖精さん、車使わないんですか、使わないです、桃の妖精さん、やばい、あ、違う、馬車じゃないんだ、桃の馬車に乗ります、ガバ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 あ、桃の馬車、桃の馬車です、桃の馬車を分かりやすく車って言ってくれた、そう、分かりやすく、あ、分かりづらいかなって思う、私たちに合わせてくれてるってことですね、そうそうそう、人間界の言葉に変えたんです、あ、なるほどね、で、はいはい、まあ、桃の馬車でちょっと海辺とかに行って花火を見ながら、うん、でもアリリンは花火を見てるんだけど、うん、隣にいる人にはアリリンを見つめて、アリリンのアリリンの方が綺麗だよってもう一回出しちゃった、もう一回言っていいよ、アリリンの方が綺麗だよって言ってもらいたい、なるほど、ごめんね、吹き出しちゃった、ごめんね、綺麗な吹き出しでしたね、マイク爆発させないでくださいごめんね、爆発させちゃった、爆発ちょっと大きすぎて爆発させちゃった、おもろくないでしょ、キュンキュンしたでしょ、みんなアリリンの方が綺麗だよって言ってもらいたい、なるほどでした、はい、ということで、はい、全員のあのね、デートシチュエーションが発表されましたけれども、はい、ここからは投票タイムに移りたいと思います、はい、メンバーと現地に見に来てくださった皆さんにちょっとね、一人ずつ名前を呼んでいくので、はい、あ、この子のが一番キュンキュンしたなって思った子のものに名前で手を挙げてください、はい、はい、自分のはなし、自分のなし、なんかどうしよう、桃の馬車の話で全部話しとんじゃったんだけどじゃあ、話した順番でいきましょうかね、そうですね、はい、じゃあのんちゃんがキュンキュンしたなって思ってくれた方、はい、あ、あ、いるいるいる、いるいる、2人、2人、2人、ね、2票獲得、2票、はい、書いておきますか、はい、書いておいてください、で2票獲得、あ、獲得じゃない、戦っちゃった、戦っちゃったしまして、はい、はい、かえちゃんがキュンキュンしたなって思った方、はい、1、2、3、
3名様ですね。3名様、はい。じゃあ次、れなちゃんのがキュンキュンしたなって思った方。キュンキュン。はーい。あ、3ですね。やったー。1、2、3。じゃあ、さえきゃんがキュンキュンしたなって思ってくれた人。1、2、3。おお、いい戦い。次、アリリンがキュンキュンしたなって思ってくれた方。あれ？あれ？あれ？なんで？ゼロ？ゼロですね。モノマシャ素敵なのに、なんで？ゼロですか？ゼロですか？ゼロですか？あの、見事ね、優勝したのは同票で楓ちゃん、レナ、サイキャンの3人で優勝です。やったじゃあ優勝者一言って言ってんだけども3人もいるからみんなでありがとうって言って次進もっか、うん、はい、そうだね、せーの、ありがとう、おめでとう、悔しい、悔しい、悔しいな、これ一番だと思う。そして最下位に選ばれてしまったアリリンには番組のラストに罰ゲームが待ってます。なんで楽しみにしていてください。またアリリンか、ね、前回もアリリンだったな。以上、私とお祭りデートしよう妄想デート対決でした。イエーイ。それではここで一曲聴いていただきましょう。ラビットビットで必殺マジカルパンチライン。眩しい光の中手を伸ばした、始まりの予感、進むのさ全力で、昨日よりも長く動き出せば止まれない。脅かすわけじゃないけれど、君を守る呪文のように唱えて、必殺世界パンチラインからの一発結構ドリンキー、未来世界お送りした曲はラビットビットの必殺マジカルパンチラインでした。それでは続いてのコーナーに参りましょう。ビビットトーン、イエーイ。このコーナーでは毎月私たちのビビッとくる〇〇をお伝えしていきます。今月のテーマは天の川に願い事です。イエーイ。なるほど。それぞれ短冊にお願い事と何ですか。もう一回やってごらん。仕切り直し。それぞれ短冊にお願い事を書いてきてもらったので一人ずつ聞いていきたいと思います。まずはさっき最下位だったアリリン。はい、アリリンの声大丈夫声大丈夫大丈夫です。アリリンの七夕のお願い事は、はい、じゃーん、全世界が桃になりますように。怖っ怖っ怖っ、絶対やめてほしい。しかもこれ最初でよかった、うん、お家じゃない絶対最後がよかった ね、 ちゃんとね、絶対やだわ。書き切らないから一言でまとめたんですけど詳しく言うと、うん、全世界がアリリンミンになりますように、アリリンのことを好きになる。ああびっくりした。全世界がアリリンになりますようにって言ったら、なんか桃になりますようにより怖いこと言ってるかもって思ったのに。全世界の人に好きになってもらって、ね、たくさん桃になってもらえますようにっていう。好きになったら桃になるの。そうです。怖い。ちなみに裏事情言ってもいい、うん、これさ、アリリン願い事どうしようかなって言ってて、うん、楓が考えてあげるよ、全世界が桃になりますように。あ、いいな、それにするって言って。やばいんだが、本当にやばいんだが、この人書いたの。やばいよ。桃になったの。考えたの。中身は、中身は考えた。楓考えてないじゃん。楓が考えてるじゃん。何？楓今落としたペン。次楓の、じゃあそのペン落とした楓、次話してごらん。楓ペン落とした楓。楓のペンじゃない、楓の短冊。じゃん。この夏、ラビットビットとファンのみんなとたくさん素敵な思い出が作れますように。
って書きました。素敵。ねえ、変える？どういう？じゃあちょっといいですよ。喋ってください。喋、はい、ってください。はい、そう、夏、今年初めて夏フェスに出たりだとか、なんか去年とはまた違ったファンの方とさ今出会ってたりするから、そうだね、で新衣装になって9月にはさ2周年のワンマンライブもあるから、うん、それまでにいっぱいいっぱいみんなとなんかねいい思い出を作りたいなって思いを込めました。はい、いいですね。なるほど。じゃあ続いてレナちゃん。はい、レナも楓ちゃんとめっちゃ似てる。じゃじゃん、ラビットビットのメンバーとファンのみんなと最高の夏を過ごせますように。よせー、いいね。これもやっぱり楓ちゃんと一緒なんだけど、うん、あの新衣になって今年は初めての大きい夏フェスにも出演が決まったっていうことで、はい、そしてね、今月じゃないんです、今年の9月には私たちの大きいワンマンライブもあるので、うん、そちらの方で最高の夏を終えられたらいいなと思ってこの願い事にしました。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてサイキャン。はい、サイキャンはラビットビットとサイキャンに出会った人が幸せになりますようにです。かわいい、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 かわいいのにすごい達筆で面白い、筆ペン、筆ペンでかっこよく書いてみた、ね、かっこいい、ね、内容かわいいのに見た目めっちゃかっこいいって、ね、そうなの、コナンみたいになっちゃってる、ね、コナン、コナンではない、見た目は子供、頭脳は大人みたいなことそうね、そう、はい、ちょっとツッコミが下手だったかも、うん、そうだね、ツッコミ下手たちに私の返しもちょっと下手だった悔しい、頑張ろうな、頑張ろうな、頑張ろう、それにするか願い事、ね、それにしよう、ね、頑張ります、ツッコミが上手くなりますようにって、2位にしようかなはい、で最後なんちゃんね、うん、じゃじゃん、初めての夏フェスでたくさんの人にラビットビットを知ってもらえますように、カシナノノン。素敵、いいですね。本当はね、うん、初めての夏フェスめっちゃ晴れますようにって書こうとしたんだけどさ、うんうん、フラグ回収したくないんだって確かにね、確かにね、フラグ書いたらさなんかフラグ立っちゃいそうじゃん、うん、確かに確かに、だからやめといたけど、うんうん、いやこれも嫌だけど立ったら、うんうん、でもこれはいいかなって思って、ね、うんうん、なんかせっかくさ、うん、いろんなグループさん、大きいグループさんとかが出るフェスに、うん、大型フェスに出られるから、うん、一人でも多くね、うん、ラビットビット、あ、いいじゃんこのグループって思ってもらえるように私たちも頑張りたいなと思いつつ、うん、神に願い事をしてみました。素敵ですね、もうみんなのねお願い事が叶うように頑張ろうね、頑張るね。以上、ビビットトークのコーナーでした。イエイ、イエイ。それでは最後にこの曲を聴いていただきましょう。ラビットビットでエンドレスナンス。お送りした曲はラビットビットのエンドレスダンスでした。イイ、ここからはビビットだよりのコーナーです。今回のお便りのテーマ、違うね、お便りのテーマ、はい、お便りのテーマ、はい、テーマは異性のドキッとする服装は浴衣洋服です。はい、今回もたくさんのお便りをいただいております。
か応募してくださせーの応募してくれた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まず一つ目のお便りです、うん、はい。ラジオネーム、はい、ぽい人、ぽい人、ぽい人さん、はいはい、お便りは浴衣だって。浴衣ね、浴衣、はいはい、なんでかってとにかく可愛いじゃないですか。わかる、ね、かわいさ3割増し、ね、3割だ、ね、そうです。だからさ私たちもさっきシチュエーションの話した時全員浴衣って言ってた ね, ね, ね、やっぱいいよね、やっぱ浴衣だよ ね, いいね、うん、でそしてれなちの MC うま上手に言ってますか。言ってないです ね, ないです。困ったらのんちゃんを見ましょう。何かに合図を出してくれるはず。これね、あのラジオが放送が始まる前だから4時48分とかの時からずっとこっち向いてたから ね, ねまだなのよって、ね、始まってないのよって思って早かったね。始まる前に困らないでもらって、うん、ずっと手握ってくるし、うん、ね、もう、はい、次のお便り読んでもらっていいですか、はい、続いてのお便りはラジオネームリンドウさん。リンドウさん、ありがとう。夏祭りは浴衣が定番だけど歩きやすそうなワンピースで、うん、おー、いいね、なるほど。どんな顔出てくるか楽しみだし、うんうん、好きなものおごっちゃいます。のんちゃんの理想ちゃん。ダメだよ、でものんちゃんさ浴衣で来ちゃったから、うん、ダメだ、ダメダメそれは洋服で来る。あ、そうだ。今日は休みなので家でゆっくりラジオ聞けそうです。頑張ってね、だって。ありがとう、ありがとう、アイラビュー、聞いてくれてるかな。アイラビュー。もうやっぱさ、みんなさ、うん、あれが、うん、あれがどれが浴衣が好きだけどさ、ワンピースとかさ、うん、お洋服もさ、うん、いろんなコーデあるから、うん、いいよね、うん、てかまだ時間があるね、まだ時間あるから読みな、うん、全然用意してなかった、うん、なんでや。ちょっと話をついどいてください。ついどいてください怖いって。適当すぎるよ、れなちゃん MC 頑張って。ちょっともうね、れな今後一切 MC 引退しない。嘘よ、宣言されちゃったね。でもさ、れなちゃんサブ MC の時上手だよ ね, ね。じゃあ今来てくれさってるから、うん、なんて言ったの。来てくださってるから、来てくださってる方を読みますね。はい、りょうさん。りょうさん浴衣派です。あ、女の子の浴衣姿ってとても素敵なんですよね、うんうん、彼女ができたら花火大会とか行くとき、うんうん、彼女の浴衣姿で見に行きたいなって感じです。いつかはデート風チェキをおしととってみたいもんだそうです。好きですね、撮りましょう、ぜひぜひこの夏楽しみですねだって楽しみだね、すっごいうなずいてる。楽しみもんね。じゃあまだまだ読みますよ、はい、ラジオネームあっち。あっちさん、お祭りの理想は浴衣派です。あー、いいね。夏限定だし浴衣っていいですよ ね,、うん、ね, ね。最近は短めの涼しそうな浴衣もありますよ ね, ね, ね。あるある、そうなんだ。ドレス浴衣みたいな ね, かわいいね。あれ、メンバーの皆さんは浴衣を着るならロングかショートどちらがいいですか。圧倒的ロング。帰りもロング。ロングロングかな。なんか浴衣はやっぱロングがいいんだけど、うん、私結構ドレス浴衣が好きなのよ。可愛いよね。で、あの昔着てたの、うんうん、昔ドレス浴衣着てた時期もあって、うんうん、でめっちゃ可愛いから、なんか今いちご柄のピンクのね、可愛いドレス浴衣がめっちゃ欲しくて、どっちも着る。え、それなの、どっちも着よう、うん、どっちも着よう、全部着よう、なんか可愛いから、全部着よう、全部着よう。そうです、今年 着れるかな、浴衣もワンピースも、ね、来年なっちゃうよ、全部着よう、ね、うん、全部着る、はい、じゃあここら辺で終わる。大丈夫、テンション感心配だったけど今はい大丈夫、はい、はい、どうぞメッセージや質問を送ってくださった皆さんありがとうございます。今後も X にて質問だけでなくラジオの感想などもハッシュタグ、ハッシュタグ、おいしそう、ハッシュドポテトみたいな、おいしくなっちゃった、ハッシュ、ハッシュタグね、ハッシュタグビビットラジオをつけてたくさんポストしてくださると嬉しいです。以上ビビットだよりのコーナーでした。イエーイ、ラビットビットのビビットラジオ、そろそろ終わられる時間だった。お別
れの時間ね。お別れの時間が近づいてきました。はい、さきゃん告知をお願いします。はい、ラビットビットは今週末7月の6日に TIFF2024 全国選抜ライブのセカンドチャレンジに出場させていただきます。イエーイ。こちらね、 TIFF に出れる最後のチャンスになりますので、絶対絶対優勝しようみんな。そうだね、なんか頑張ろう。つられて変な喋り方になっちゃったけどてっぺんを取ろう。そう、てっぺん取ろうな、取ろうな。絶対優勝しようね、みんな。絶対応援しに来てください。お願いします。お願いします。お願いします。そして7月の13日来週の土曜日も大事なライブがあります。スパーク2024 in 川崎に出演させていただきます。イエーイ。やったー。こちらはね、スパーキングでみんながいっぱい遊びに来てくれたおかげでゲットした夏フェスになります。みんなと中野ゼロ、そう、みんなと一緒に勝ち取った夏フェス最高に楽しみましょう。待ってます。待ってます。待ってます。そしてね、本日、はい、この後ですねそう、この後16時にて、違います、18時です、もう過ぎました16時ですね、はい、すいません、はい、この後18時にラビットビットの公式 YouTube にて動画がアップされるんですけど、はい、先にここで告知をさせていただきたいと思います。今月からラビットビットの公式 YouTube チャンネルにて週2投稿がスタートします。やったー。1万人を目指して頑張っていきますので、皆さん応援のほど、応援のほどね、応援のほどよろしくお願いします。はい、ちなみにその1万人は年内目標、はい、ということなので、はい、ぜひお友達とかにも声をかけてチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう待って、本当に MC 緊張してしまって、ね、ちょっとあれなんですけど、はい、はい、ちょっとそろそろ締めていこうと思います。はい、はい、魚でも締めるんですかそれではお待ちかね、はい、罰ゲームの時間です。やったー。待ってた、待ってました。最近は熱中症に気をつけたい時期ですよね、はい、ということで、はい、最下位のアリリンさん、はい、本気の熱中症をお願いします。本気の熱中症ですか？本気出しちゃいますよ。いいですよ、はい、いきますよ。あのカメラ目線でお願いしていいですか？はい、3、2、1、どうぞ。ねえ、チューしよ。ウェーイキュンキュンしましたか、皆さん。なんかみんな携帯見始めたよ。どういうこと、どういうこと、なんで、なんでみんな見てなかったよ。なんで現地の人誰も見てなかったよ。なんでって。はい、ということで今回の、ちょっと次回の告知をします。はい、大丈夫ですか。次回のラジオは8月、1月、8月、1月、8月、1月、どっち新しい、新しい。8月5日、はいはい、月曜日17時よりここ渋谷クロス FM さんにて放送があります。現地無料観覧もできるので、ぜひ遊びに来てください。イエーイ。今回のお相手は白露れなと、まさきさやかと、アリスカエデと、桃江ありさと、かしななさんでした。今月のラジオも見ていただきありがとうございました。また来月お会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。